では前回、滑空というこの地において必須級のテクニックの存在を忘れていた結果、全力のご利用しを見せつけることになった。続きからやっていきます。ボスが実行してきそうな攻撃、火球、熱風、どちらも防げそうな送風機をセットしておこう。攻撃が無理な場所にも出てくるんだ。攻撃であったか。しかしそんな遠距離攻撃に頼った戦い方では、この私の生命力を削り切ることなどできぬぞ。
場の関係でやっぱりリザルさんかな。は予想してなかった。厄介ではあるけど強くはなく、そして今までで一番戦ってる感がしない。しないでひたすら借り物消してくる感じ、ティアキンのブリオークみたいな感じ。一発で消されちゃうならコスト低い借り物をどんどん出す方がいいかな。溶岩でも大丈夫なオクタでチクチクやろう。手段持ってなくて逃げて笑った。終了。
コスト3は同時に1匹のままだし、ファイアオクタくらいしか数が必要になる借り物いないかな。三柱揃って捕獲された弱々女神様の降臨だ。想像したのはいいけど、ちゃんと管理してくれやがります？ピキッピキッ。トリプルもやし。に生まれたヌールが時折生まれる何かを食べてた感じかな。ワロタン、つまりお前らのせいなのでは？より生まれた弱き者を助けるんじゃなくて、先に喧嘩を打って封印したのに安寧とか言っちゃう女神。そしてトライフォースを作り、争いのもとを生み出し続けている女神。対抗するためだけに作り出された。やっぱりハイラルの神は命をもてあそびすぎ感ある。すごいだろ。ダルストン君、よく見たらベルトだけ着用して、一番大事なところ丸出しで笑ったん。あ、うん、デクナッツ編があれだったからか、ゴロン編は特に良いストーリーに感じる。あ、あ、
元凶に近い女神が捕まって助けられたのに上から目線でしたね。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。動画がお気に召しましたらマイリスト、チャンネル登録をしてくださいますと喜びます。